公人山古墳は、滋賀県彦根市日夏町、清崎町、水戸谷町、石寺町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定され、出土派庭は、彦根市指定有形文化財に指定されている。滋賀県では、第2位の規模の古墳で、4世紀末頃の築造と推定される。公人山滋賀県北東部、琵琶湖東岸にある、 独立丘陵の工人山の尾根に築造された大型前方公園墳である。工人山では本古墳の他にも古墳十数基の築造が知られ、それらは工人山古墳群と総称される。本古墳については2002から2007年に測量調査、発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を北北西方に向ける。墳球は三段築成。 噴球町は124メートルを測るが、これは、滋賀県内で、安土病炭酸古墳に次ぐ、第2位の規模になる。噴球表面では、吹き石のほか、各段で、歯に割れが検出されている。主体部の埋葬施設は、未調査のため不明であるが、公園部中央に洞窟港と見られる窪みが認められ、周囲に散乱する、遺体死の存在から、 縦穴式石室であったと推測される。稲部遺跡長王型建物の遺構。この工人山古墳は古墳形態、出土派には等から古墳時代中期初頭の4世紀末頃の築造と推定される。大見地方では古墳時代の初めは、各流域に前方後方墳が営まれ、その後山東県の新長を背景に前方後円墳が出現。 展開する様相を示すが、古島地域の場合には、出現期の前方公園墳である雪の山古墳、安土病炭酸古墳を経て、定形化が一層進んだ機内型前方公園墳で、ある、高人山古墳の築造に至る。当時は、高人山の山裾まで、琵琶湖が迫り、高人山古墳自体も琵琶湖からの行望を意識した作りになることから、その被装者は、 琵和湖の水運を掌握したものと推測される。同様の性格を示す大型古墳としては、同規模のゼゼチャウス山古墳も存在し、これらの古墳は、琵和湖を介した当時の山と日本海、東海の各地方間の交流を考察する上で重要視される古墳になる。なお、高人山の南方約3キロメートルにある稲部遺跡では、古墳時代初期前期に、 超大型建物が営まれたことが知られており、皇人山古墳とのつながりが推測されている。古墳域は2011年に国の史跡に指定され、出土派庭は2015年に彦根市指定有形文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り。現在の墳町は平坦面であるが、古文書によれば中世に 公人山に人が置かれたことが知られることから、その際に作兵を受けたものと推測される。公人山古墳からの出土品としては、発掘調査で検出された埴輪がある。これまでに確認されている埴輪の種類は、円筒埴輪、壺形埴輪、継承埴輪。これらの埴輪は、彦根市指定有形文化財に指定され、開国記念館に保管されている。その他には、 高人山山6の園樹寺において、高人山からの湿度と伝承される、車輪石片1点がある。同品は、緑色業界岩製で、高人山古墳の湿度品であるかは明らかでないが、携帯に見る年代としては、高人山古墳の時期と一致するものになる。所在地関連施設周辺注釈出店。ありがとうございます。